할렐루야. 하나님 예수님께 온전히 붙잡힌 바로 살아가는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수様に 완전히 捉えられた 인생을 歩む 者になること 주님의 이름으로 축복합니다. 저는 저의 의지와는 상관없이 이 교회를 다녀야만 하는 슬픈 운명을 갖고 태어났습니다. 私は私の意志とは関係なく教会に通わなければならない悲しい運命の中で生まれました。 저와 같은 슬픈 운명을 가진 아이들이 이 성도 여러분들이 지금 여기 많이 앉아 있는 것 같아요. 私のような運命の中で生まれた子供たちがここにいらっしゃるようですね。 그래서 이 주일날 아침만 되면 전쟁이 시작됐어요. なので私の家には主日朝ごとにもう戦争が始まるのでした。 조금만 더 늦잠을 자고 싶은 저와 어떻게 해서든지 이 주일학교 예배를 보내려는 엄마와의 이 실갱이었습니다. 朝もっと寝たい寝坊したいという私となんとかして教会に行かせようとするお母さんとの戦いが始まるんです。 이 결론적으로 보면 제가 항복을 하고 교회를 가주는 것으로 결론을 짓게 되었습니다. 결론としては私が降参して教会に行ってあげるという形で片付けられるのでした。 그렇게 교회를 다녀준 것도 이 중학교 때까지인 것 같습니다. そのように教会に通ったのも中学生まででした。 이 고등학교 때부터는 이 집이 이사를 하면서 이 그나마도 교회를 나가지 않게 되었어요. 高校になってから高校になって家が引っ越しをしたのでもう行かなくなったんです。 또 대학생이 되어서 이 사회인이 되어서는 주말마다 이 산으로 바다로 놀러 다니냐고 더 바빴죠. そして大学生社会人になっては週末ごとに 山や海へと遊びに行くに夢中でした。 그런 가운데 제가 일본에 오게 된 것입니다. その世の中で私は日本に来ることになったんです。 저번 주에 말씀드렸듯이 일본에 오자마자 정말 계획도 없었는데 제가 덜컥 성령 세례를 받고 말았어요. 先週も申し上げたように日本に来るや否や私は望んでもいなかったのにいきなり聖霊の体験をしたわけなんです。 그리고 저의 삶이 완전히 바뀌게 되었습니다. それから私の生活は完全に変わりました。 제가 손꼽아서 교회 가는 날을 기다리고 있더라고요. 私が指を折って教会に行く日を待ち望むようになったのです。 그리고 이 유학생이었는데 정말 이 생명 같은 바이트도 예배가 있는 날은 절대로 하지 않았어요. 그래서 留学生にとっては本当に命のようなアルバイトも礼拝のある日はやりませんでした。 그리고 예배 없는 날은 바이트를 거의 10시간씩 했던 것 같아요. 그래서 礼拝のない日はもう10時間も働いたんです。 그래도 정말 힘든 줄 모르고 일했던 기억이 있습니다. でも疲れることなく働けたんですね。 이 무엇보다도 제 안에서 올라오는 정말 그 기쁨과 이 감사가 너무나도 충만했어요. 何よりも私の心から湧いてくる喜びと感謝で心がいっぱいになっていました。 20년 가까이 교회를 다녔지만 그런 기쁨, 이 감사가 없었는데 어떻게 이렇게 하루아침에 생길 수 있었을까요? 20년も 교회에 가요っていたんですが その時は喜び感謝を感じられていなかったんですが いきなりこのような喜び感謝が湧いてきたのはなぜなんでしょうか。 바로 예수님께서 제 마음에 오셨습니다. それはイエス様が私の心に来てくださったからです。 그리고 제 마음이 예수님께 완전히 붙잡힌 바 되었기 때문입니다. そして私の心がイエス様に完全に捉えられたものになっていたからでした。 엄마에게 붙잡혀서 교회를 갈 때는 그렇게 재미없고 가기 싫었는데 말이죠. お母さんに捕まって教会に行かされていた時は本当に退屈でうんざりだったのにです。 이 세상에는 두 가지 부류의 사람이 있습니다. 世の中には2つのタイプの人がいます。 예수님께 붙들린 자 또는 이 세상 권세 잡은 마귀에게 붙들린 자입니다. 예수様に 捉えられた人, そして苦痛の剣を持つ君, 사탄に 捉えられた人です。 내가 어떤 일을 할 때 정말 기뻐하는지를 보면 내가 누구에게 붙잡혔는지를 알 수 있습니다. 私は何をしている時に一番喜んでいるのか, それを見ますと自分はどっちに捉えられたものなのかがわかります。 어느 날 갑자기 이 보너스 달도 아닌데 통장으로 50만 원이 입금이 된 거예요. 특별 보너스로. 이기나리 주총이 50만 원이가 振り込まれたんです。 정말 기쁘죠. それ本当にもう嬉しいんですよね。 그리고 또 내 자녀가 아들과 딸의 성적표를 봤는데 믿을 수 없는 1등이라고 적혀 있는 거예요. そして娘息子の成績がなんと1位になったこと。 얼마나 기쁘겠어요. 本当に嬉しいんですよね。 그런데 이런 기쁨보다 예배드리는 예배 속에서 예수님을 만나는 기쁨보다 이런 기쁨이 더욱더 나에게 크게 다가온다면
내가지금누구에게붙잡혔는가를한번돌아봐야필요가있습니다しかしこういう喜びがもし恋愛の中でイエス様に出会う喜びよりもっと自分にとっては喜び嬉しいことであるならば今私は何に捉えられたものなのかを振り返ってみるべきであります。분명한것은예수님은아닐것입니다確かなことはイエス様ではないことでしょう。그런데혹시이렇게생각하시는분이계실지도모르겠어요しかしもしこのように思っている方がいらっしゃるかもしれません저는중립인가중간인가잘모르겠어요私はどっちでもないようですよくわかりません세상의쾌락을쫓아살아가지않습니다世の快楽を追いかけて生きていないんです저는예수님을나의구주로모셔요またイエス様を私の救い主として信じています그런데예배드리는가운데그리고내가하는봉사가운데그렇게큰기쁨을또느끼면서살아가고있지는못한것같아요しかし恋愛の中でまた奉仕の中で本当の喜びは感じていないんです그래서교회오는것이예배드리는것이그냥이습관처럼의무적으로된것같습니다だから教会に来ること礼拝を捧げることがもう私にとっては習慣的義務的になってしまいました。이사도바울오늘본문말씀에서이렇게고백합니다使徒パウロは本文でこのように言いました。오직내가그리스도예수께잡힌바된그것을잡으려고달려가노라ただ捕らえようとして住居しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捕らえてくださっているのです달려가고있다라고말을하고있습니다住居していると言っています。예수님께붙잡힌자는그자리에서정취되어진삶을살아가지않는다는거예요イエス様に捕らえられたものはそのままとどまってはいないということなんです。삶이지루하고 무기력할수가없다는것입니다생활이退屈で無気力になることはありません잡힌바된그것을잡으려고달려가기때문이죠というのは捕らえられたものとして追求するものがあるからなんです잡힌바된그것이무엇입니까追求するものというのは何でしょうか바로예수님께서나를통해이루시기원하시는주님의뜻을이루는것입니다それはイエス様が私を通して望んでおられるその御心をなすことであります책중에서엄마라고불러도돼요라는책이있습니다ママと呼んでもいいですかという本がありました이책의저자인이케이티데이비스는20대초반의백인자매입니다この本を書いたケイティ・デイビスという人は20代前半の白人の姉妹でした미국테네시주의아주부유한가정에서태어났고이고등학교때부터벌써스포츠카를탔대요아메리카노테네시주에とっても裕福な家庭で生まれ高校の時からスポーツカーに乗っていたそうです그리고아주잘생긴남자친구도있고요そしてとてもハンサムなボーイフレンドもいました그리고공부도잘해서반에서1등하고학생회장까지역임했다고합니다勉強も優秀で学校では学生会長もやっていたそうです이세상사람들이부러워하는그모든조건을갖고있는자매죠いわゆる世の人々が欲しがる、もう羨ましがる全ての条件をもう揃っている女性だったんですね그런데거기다가얼굴까지도예뻤어요それに顔も綺麗なんです얼굴을한번보여주시겠어요顔見せてください예쁘죠綺麗ですよね정말얄미워요本当に憎いんです그러던어느날이 KT 자매가이고3때는여름방학때이우간다로이우간다고아원에이자원봉사를3주간떠나게됩니다そんなある日 KT 姉妹は高校3年の夏休みの時にアフリカのウガンダに3週間ボランティアに出かけボランティアに行きました。그우간다에서첫날밤을자고일어났는데이새까만아이들의얼굴들이모두가다이케이티를내려다보고있는거예요에初日寝て朝起きたら真っ黒な顔たちが姉妹を見下ろしているのです그리고케이티가눈을뜨자애들이동시에활짝웃기시작했어요で、ケイティが朝目を覚めた瞬間、子供たちがニコニコと笑っていたのです。그활짝웃는미소사이에비치는그하얀반짝이는그치아를보고이케이티가그만그아이들에게마음을완전히빼앗겨버리고맙니다綺麗で白くてもうキラキラしている歯を見た瞬間、もう心が奪われてしまいます。그리고3주간을아주즐겁게보내고다시미국으로돌아와서고등학교를졸업하게되죠3주간의楽しいボランティアが終わってそしてアメリカに戻って高校を卒業しました대학에가야했지만이케이티는딱1년만대학가기전에1년만머물작정으로다시우간다로선교여행을갑니다そして大学に入る前に1年間を予定して再び우간다に選挙旅行に出かけます그런데어느날이5살난
スコビ아라는아이가이 KT 주위를계속맴돌면서무언가할얘기가있는것같은거예요しかしある日5歳のスコビアという、子供がそのケイティ姉妹の周りをうろうろしながら何か話があるような、感じでうろうろしていました그러면서고민고민하다가한마디를겨우꺼냅니다それでもう悩んだ末ポロッと一言を言います저기엄마라고불러도돼요あのママと呼んでもいいですか그말한마디에 KT 의삶이완전히바뀌어버렸어요この一言でその KT 姉妹の人生は完全に変わってしまうのです그렇게해서 KT 는14명의아이들의엄마가되었습니다それで14人の子供たちのお母さんになりました그리고그들의그냥후원자가아니라진짜그들의진짜엄마가되었어요ただの後援者ではなく本当のお母さんになったのです그래서정말그들과진짜가족으로우간다에서평생살것을약속합니다それで本当の家族としてウガンダで過ごすことを決断します그런데이제갓20살넘은처녀가우간다에서혼자생활한다는것결코만만치가않죠しかし20代前半のその彼女がアフリカのウガンダで一人で暮らすということは優しいことではありませんでした어떤날은그미국에있는이사랑하는남자친구가너무보고싶어서울기도하고요ある日はアメリカにいる愛しているそのボーイフレンドに会いたくて泣いたこともありました가족이그립고너무외로워서눈물을흘렸습니다また家族に会いたくて寂しくて泣いた日々もありました또어떤날은잠을자는데그만쥐가나와서무서워서침대에서벌벌떨면서내려오지못한적도있어요またある日は寝てる時にネズミが出てきてもう怖くて震えながらベッドの上から出られなかった日々もあったんです그뿐만아니라이아이들에게벌레가아이들의몸속에알을까서그알집을직접파내는일도 KT 는해야만했습니다また子供たちの体の中に虫が虫のその卵を入れ込んだその卵を取り除くこともあったんです또그리고어린아이들의그기저귀를갈아주다보면지렁이말한그회충이나기생충을보기도많이했어요またおむつを取り替えるときにその子供たちの体から出てきたミミズのような寄生虫もたくさん見たりしました하지만그어떤힘든일도이 KT 를멈추게할수가없었습니다しかしどのような厳しいこともその KT 姉妹を止めることはできなかったんです왜냐하면그아이들의영혼을향한예수님의그눈에고인그눈물을 KT 는보았기때문입니다なぜなら子供たちの魂に対するイエス様の目の涙を KT 姉妹は見たからでした그러다가우간다에서이아이들이돌볼아이들이늘어나면서이제미국으로다시잠깐이모금을하러나오게되었어요その世の中でウガンダで支援の必要な子供たちがどんどん増えて募金のためにアメリカにしばらく帰ることになりました그런데정말이상한것이미국이오히려낯설게느껴지는것입니다しかし不思議にアメリカがむしろ馴染みないものに思ったのです우간다에서이제막1년밖에안살았는데오히려우간다가고향처럼느껴졌어요우간다でたった1年ぐらい過ごしただけなのにむしろウガンダの方が本当のふるさとかのように思ってしまうのでした실제로예수님이나의곁을떠난건아니지만예수님이멀리계신것처럼느껴졌습니다예수様が実際にその姉妹から離れたわけではないんですがなぜかイエス様が遠く感じてしまうのでした미국에서는몸이아프면병원이나약국을찾아가면됩니다アメリカでは体が病気になると薬屋や病院に行けばいいんですね배가고파서무언가먹고싶으면슈퍼마켓으로달려가면되고요またお腹が空いている時何か食べたい時はスーパーに行けばいいんです또어딘가를가고싶으면차를타면됩니다また出かける時には車を乗ればいいんですね또누군가의조언이필요할때는엄마에게전화를걸면되고요また誰かのアドバイスが必要な時はお母さんに電話をかけました그리고기분전환이필요하면동생데이비드를찾아가면실컷아주재미있게웃겨줍니다また気分転換がしたい時は弟のところに行けばたくさん笑えたのです미국에서는가장먼저예수님을먼저찾아가야한다는사실을자꾸잊어버리게된다는것이에요なのでアメリカではまずイエス様に行かなければ求めなければということをなぜかうっかりしてしまったのでした그래서억지로억지로이기도시간을정해놓고기도하지않으면안되었어요なので仕方なく進まない心で祈りの時間を決めておかなければならなかったのです우간다에서는
매순간순간예수님과소통하며지냈는데말입니다우간다では毎瞬間瞬間イエス様と交わって過ごしていたのです아침에눈을떠서눈을감을때까지온통예수님과함께했는데말이죠朝起きて夜寝るまで一日中ずっとイエス様が共にいらっしゃいました몸이아파도또어디를가야해도体が痛い時もまたとどこかに行きたい時も배가고파서무언가를먹고싶어도또누군가의위로가필요해도항상예수님이었어요何か食べたい時もまた慰めが必要な時もいつもイエス様だけでした물질적으로는가난했지만영적으로는그어디보다그무엇보다풍요로웠습니다物質的には貧しかったんですが霊的にはどんな時よりも豊かなものでした이 KT 의딸들은요학교갔다가돌아오면우르르돌아와서엄마엄마엄마라고노래를부른대요 KT 의娘たちは学校が終わるとわーっと帰りながらママママと歌うんだそうです그리고아침에일어나면 KT 의귀에대고엄마엄마라고속삭인대요また朝起きると KT 姉妹の耳元でママママとささやきます그리고좋은일이생겨도엄마라고외치고요또슬픈일고마음아픈일이생겨도훌쩍거리면서엄마라고엄마를찾는대요嬉しいことがあってもママと叫ぶし悲しいことがあってもしくしく泣きながらママと言うんだそうです그런데놀라운것은 KT 는그엄마라는소리를들을때마다너무기뻐서심장이마구마구뛴다고합니다しかし驚くことはその KT 姉妹は子供たちがママという声に本当に心が胸がいっぱいになるんだそうです그녀는자신이하나님께너무나도큰복을받은사람이라고고백합니다また彼女自身は私は神様からとても大きな祝福を受けたものだと言っていました왜냐하면아이들과함께지내는그시간에아이들을향한예수님의그마음과그말씀이매일매일새롭게보여지기때문입니다というのは子供たちとの生活の中で毎日イエス様の御心イエス様の御言葉が新しく与えられているからでした성도여러분아이스미나상이 KT 의삶을보고어떤생각이드십니까この KT 姉妹の人生を見てどう思うのでしょうか정말이 KT 란자매는예수님께완전히붙들린자구나라는생각이드시나요この KT 姉妹は本当にイエス様に完全に捉えられたものだと思うのでしょうか만약에지금나라면내상황모두내려놓고나도우간다로들어가서아이들을돌보며살수있을까もし私なら今の環境すべて委ねて今すぐにウガンダの方に行ってボランティアとかできるんだろうか오나는그렇게는못살것같아いや私にはできそうにない나는믿음이너무약한것같아私は本当に信仰が弱いから그런특별한하나님의은혜는정말하나님이선택한자특별한사람에게만부어주시는걸거야そのようあのような素晴らしい恵みはきっと選ばれた本当に特別な人だけに注がれるものなんだと이렇게생각하시는분은혹시안계신가요もしこのように思っている方はいらっしゃらないのでしょうか그 KT 자매가예수님께붙잡혔다는증거는그녀의삶의터전이우간다로변했기바뀌어졌기때문이아닙니다 KT 姉妹が本当にイエス様に捉えられたものだという証拠は彼女の生活場がウガンダだからではありません세상사람들은정말살기불편하고비위생적인그런우간다에서아이들을섬기는일을높이평가합니다人々は不便で非衛生的なアフリカウガンダで人々子供たちにために献身するそのような人生生活を高く評価するでしょう물론아무나할수있는일도아니고정말귀한일입니다もちろん誰でもできるわけではなく本当に尊い素晴らしいことです하지만우리가주목해야될것은 KT 의삶의환경이아닌바로그녀자신입니다しかし私たちが注目すべきことはKT 姉妹の環境ではなく KT 姉妹その自身なのです이제20살갓넘은처녀가엄마엄마라고하는데너무기뻐서심장이마구마구뛴대요今20代前半の彼女はママという声に心が胸がときめくんだそうです자기가배아파서난아이들도아니에요その子供たちは自分の子供でもありません한번도만난적도본적도없는피부색도다른아이들입니다一回も会ったこともない肌の色も違う子供たちです그리고그아이들을볼때마다예수님의눈물눈에고인그눈물이 KT
ティに보여진다는것입니다しかし子供たちを見てると子供たちに対するイエス様の心そして目の涙が見えてくると言っています그어린영혼들을향한예수님의마음과그예수님의말씀이매일매일새롭게보여진다는것입니다子供たちの魂に対するイエス様の御心御言葉が毎日新しく与えられていると言っています성도여러분皆さん나는예수님을만나고무엇이변했습니까私はイエス様に出会って変わったことは何でしょうか나는예수님을만나고무엇을보며살아가고있습니까私はイエス様に出会って何を見て生きているのでしょうか여전히돈많고성공한사람들이부럽습니까이젠として成功した人お金がたくさん持ってる人が羨ましいのでしょうか여전히나에게상처를준사람을용서하지못하고미워하며살아가고있습니까이젠として自分に傷つけた人を憎みながら生きているのでしょうか또는내삶에서주일날예배드리는삶의환경으로바뀌었습니까そして日曜日に教会に来ること礼拝を捧げるようになったことが変わったことなんでしょうか그저식사하기전에기도하는것이바뀌었습니까食事の祈りをするようになったことなんでしょうか본문의사도바울은예수님을만나고그자신이완전히바뀌었습니다今日の本文の使徒パウルはイエス様に出会って彼は完全に変わりました단한영혼도지옥에가는것을참아보지못하는그예수님의마음을사도바울은매일매일느끼는것이에요一人の魂もが地獄に行くことを本当に耐えられないそのようなイエス様の御心を毎日使徒パウルは感じていたのです그래서그험한핍박가운데서도그리스도의복음을전하지않고서는바울은살수가없었어요なので厳しい迫害の中でもイエス様の福音を述べ伝えずにはいられませんでした바로그예수님의마음이이사도바울을달려가게끔하신것입니다そのようなイエス様の御心が使徒바울を走らせたのです사도바울은빌립보서3장13절에서이렇게고백합니다使徒바울は빌립비지의手紙3절에このように言っています먼저한국어로다같이읽으시겠습니다まず韓国語で一緒に読みましょうせーの형제들아나는아직내가잡은줄로여기지아니하고오직한일それでは日本語で読みましょうせーの兄弟たちよ私は自分はすでに捉えられなどは考えていませんただこの一時に励んでいますせーの즉뒤에있는것은잊어버리고앞에있는것을잡으려고それでは日本語でせーのすなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みせーの표대를향하여그리스도예수안에서하나님이위해서부르신부름의상을위하여달려가노라이영어로읽어보세요세노그리스도예수에오이때위에메시테그다사르하나님의영광을얻을ため니목표를맺으시되일신이하시되이르노스온전히예수그리스도께붙들린자의모습으로완전히예수그리스도에捕らえられた者として하늘의부름의상을위하여달려가는저와여러분이되시기를예수님의이름으로축복합니다위에메시테그다사르하나님의영광을얻을ために목표를맺으시되일신이하시되이고모니나를것을예수様の皆によって祝福します